従わなければどうなる。今引き金を引かないなら何しにここに来た。何の疑問も抱かず、ただ命令に従うだけの奴隷が見るに耐えなかった。俺はガキの頃からずっと、お前が大嫌いだった。まだ撃たないのか。手をポケットに入れたままだとどうなる。俺はレベリオでジークと話をした。兄弟水入らずだな。ジークは巨人についてマーレが知っている以上の知識を手にしている。アッカーマン一族は、エルディアの王を守る意図で設計されたんだよ。だとしたら、何が望みだ。あの時お前は、死に直面する極限状態の中で俺の命令を聞いた。この後に及んでも、あんたは一旦巨人になってから俺を生かしたまま食わなくちゃいけない。お前はまだ兄のところに通っているだろう。それは本当にお前の意志か。お前の脳はベルトルトにやられちまった。敵に操られているのはお前の方だろう。いつまで地面に尻をついているのか、構えもせず。さあ、かかってこい。本来の自分を失い、ただ命令に従うためだけに作られた一族。記憶が人を形成するのなら、お前の一部はベルトルトになっちまったんだよ。敵国兵に恋心を抱く敵国兵にな。力に目覚めたアッカーマンは突発性の頭痛を起こすことがよくあったらしい。本来の自分が宿主の護衛を強いられることに抵抗を覚えることで生じるらしいが、心当たりは？その瞬間、お前の本能が目を覚ましたんだろう。偶然俺を護衛すべき宿主だと錯覚したことでな。不自由な奴だよ。もしくは家畜だ。俺がこの世で一番嫌いなものがわかるか。お前はただそうやってアッカーマンの血が反応するままに生きてきた。そいつを見ただけでムカムカしてしょうがなかった。その理由がやっとわかったよ。最初に言った通り、お前らがジークの居場所を教えるってんなら俺たちは争う必要はねえ。だからおとなしくついてこい。お前は何も身につけてない。一年半もの間何をやっていた。お前の血肉に叩き込め。世界は残酷なんだ。教えてくださいよ、ハンジさん。他のやり方があったら教えてくださいよ。重大な軍規違反のツケを払うのはあんただけじゃなくて収容区の家族も一緒だ。誰が奴隷だ。行くぞ。